はい、お疲れ様です。山です。キングダムハーツリチェインオブメモリーズ続きやっていきます。さあ前回ね、また終わった後に、マップを相当してたんですけども、空辺でもやらなかったことが一個あって、このルートが複数ある場合ですよね。この部屋だとこっちからもこっちからも来れるじゃないですか。で、こっから開け、この横を開けた場合に、ここでね、こっからここの部屋からもう一回こっちに行くときに扉を開けることができるんですよね。あのカードを使って。で、その時どうなるのかなって、やってみたら、この部屋でね、あ、違う、この部屋か。この部屋でやってみたら、後の方でまたね、作り変えられるみたいですね、部屋が。だから2回、部屋をね、作れるってことで、また戦うことができるんですけどね。まあカードが足んない時とか、レベル上げたい時とか、そういう時にいいのかもしれないね。まあ、今回私はちょっと面倒だなと思いましたけどね。で、何がっていうとね、あのカードがね、かなり弱体化されてるんですよね。とか1とか3とか2とか結構そういうのが多くて、まあカード自体が少ないってのもあるんでね、雑魚戦すごい辛かったですねまあ言うてレベル上がったんでいいんですけどね。はい、じゃあ次行きましょうか。お、何もない感じ。これないかもね。いや、どうだ。はい。あ、あるか。空の状態は。波音の力で少しずつ嘘の記憶を刷り込まれています。このままではマールーシャの操り人形ですね。我ら機関の財産になればよいのですが、マールーシャとラクシーヌの行動には不穏な匂いを感じます。そしてアクセルだ。奴の考えは誰にもわからん。ビクセンに動いてもらいます。じきにレプリカの仕上げが終わるはずです。ビクセンはマールーシャを嫌っている。面倒なことにならんか。だからですよ、僕らの代わりに面倒を引き受けてもらいましょう。おお、戦闘はなしね。はい。ゼクシオンだっけ、あの青い髪の人と、もじゃもじゃの人も、実は、マールーシャとはまた別の、あれかな、なんだろう、まあ空を味方にできればいいみたいな感じで、動いてた人が何人かいたみたいですね。マールーシャの他にもね。これ陸編でもしかして倒す人たちかな、あの青い髪ともじゃもじゃは。どうだろうね、ラスボスかな、この陸編の。どうでしょうね。さあ、前に行きましょうか。一旦セーブします。はい。じゃあ行こう。さあ、なんだっけ、ネバーランドじゃなくて、トラバースタウンね。はい。やべえ、これなんもないパターンじゃない。これもなんもないパターンじゃないこれはそうだよね。まあやたら部屋は多いけど、なんもないやつだよね多分ね。どうしようか、陸編もう、イベントだけ集めてみたいにする。いや、それじゃ意味ないもんね。まあ、いっか、行こうか。雑魚戦ばっかりやってる気がする、俺。陸編はね。はい。もう一旦スルーしていいのかな、雑魚戦自体もね。まあ、行きましょうか。この辺使っていこうか。まあ確かにそんな語ることもないのかもしんないけどね。それはそれで寂しいな。さあ前に行こう。10枚ある。マジで。ああ、結構あるね。2以上。はい。本当になんもないね。いいのかな。はい。
雑魚戦もスルーするしね。3以上またはゼロのカード。9枚あるね。何がだ ?2 がいっぱいあるのか。で、これも結構、あれなんだっけ、なんかいっぱいあったよね。これか。0が5つあるから。はい。で、突き当たり来たから、右に行って、終わりじゃない終わりだよ、これ。カード自体もそんな難しくないしね。はい。さあ、ラスト。ここは誰だっけ？合体ロボットか。合体ロボットだよね、多分。ゼロのカード。なんでもいいね。ここは、ここら辺の、使わないやつがないね。あ、ルーレットルームいいか。はい。あ、で、ランダムジョーカーカードがね、4枚手に入った。これはでかい。前のね、なんだっけ、ネバーランドで。じゃあ行きましょうか。ボス戦ね。はい。まあ、ボス戦も別にいいんだけどね。なんかこう、欲しいね。なんか導入イベントみたいなの欲しいっちゃ欲しいね。さあ、デュエル。ミスった。ああ、ミスった。やべ。ああ、最悪だ。こいつ、デュエルの時はすげえカード出してくるな。はい。ダークモードで頑張ろうか。変身できず。どうする ?9。さあ、1、6、5。ああ、なんだこれ。飛べない。いや、くそ、やりにくい。弾かれたし、使っていこうか。どうなんだ。あ、殴り放題いいね。殴り放題はいいよ。なんか取れたわけじゃないのか。さあ、ミッキー、これがね強いんですよね。あんま当たってない。いや、結構当たった気がする。ファイガーバースト。あお。はい。タイガーバースト。オッケー、なんか取れた。カードなくなってるか？大丈夫か？ 7 枚しかない。あ、やべ。ちょっと調子乗っちゃったね。本体がレジストってあるから、耐性が、あ、オッケーオッケー。これである程度組みたいね。カードがない。やべ。カードがない。ミキ。本体だけ浮いてんだけど。もうちょい。オッケー。危な。かっこいい。はい、終わりましたこれここ行って、これで次か。次ちょっともうサクッと行ってみる。行ってみようか。もうで部屋ね、戻れるんですよ確か。
次のあの白いお城に戻っても戻れるはずなんで、バーッと行っちゃおう。行っちゃっての、やっちゃおう。多分ボスとかなんかイベントあるんじゃないのかな。ちょっとね、このままだと何もないからね。ゼクシオンとなんかもじゃもじゃの会話しかなかったんで、ちょっと先行こう。さすがにね、なんか何もないのはどうかと思うんで、一旦セーブします。あれ、ちょっと今気づいたけど、カード枚数がさらに少なくなってるね。20じゃなかったっけ、ここに来るまでね。あ、0がなくなってる。マジか。だんだん弱くなってる。あ、闇の力が弱まってるってことかな、陸の中でのね。え、どうすんだ。いや、弱まるとちょっと困るな。どうしよう。ちょっと次あたり厳しいかもね。先行きましょう。なんなんだお前は。驚いたか。そりゃそうだよな、自分と同じ顔だからな。正体を教えてやるよ。俺はな、ヴィクセンに作られたお前のレプリカさ。俺の偽物か。決めつけるな。自分が本物だからっていい気になりやがって。俺とお前は姿も力も同じさ。でも一つだけ決定的な違いがある。俺はお前みたいに臆病じゃない。俺が臆病だと？お前は闇に怯えてる。自分の中にある闇が怖くて怖くて仕方ない。でも俺は違うぜ。闇を受け入れ、闇の力を自由に使いこなして。そうさ、お前は俺に勝てない。さあどうする。危ない、危ない、食らってる。Q とかいきなり使ってくんねお前。おい、違う。なんだなんだ、デュエル狙いたいけど。はい、危ない。はいはいはい、あー遅い。ちょっと待って、ジャンプしすぎるんだが。 OK、 ジャファ来い。ジャファ、オッケーオッケー。ほ、ファイガーバーストもいいけど。あー、ファイガーバーストでいいか。ちょ待って、ミッキーがいる。ミッキーは回復用に置いてた方がいいのかな。え、でも結構ダメージでかいよね。はい、打ち。OK。強いぞ、これは。これはいいぞ。ああ、終わっちゃった。やばい、7は足んないか？勝った。ちゃんとね、ジャファーを使えば勝てた。ジャファーでブレイクされないっていうね、自分の攻撃カードが。使えばね、普通に勝てたね。はい。さあ、攻撃力上げて。おい、偽物！さっき言ってなかったか？お前は俺に勝てないって。ふん。俺は生まれたばかりなんだ。これからどんどん強くなる。次に戦う時が。お前の最後だ。次なんてない。
いい気分だ。闇を操るっていうのはさ、お前絶対損してるぜ。こんなに楽しいのに闇を恐れるなんてな。黙れ。ふん、怖がりのくせに強がりか。じゃあな本物、次を楽しみにしてな。待て。俺が臆病だと。おお、はい、もうなんか偽陸はいろんな方面に当たり散らかしてたんだね。空とかね陸とか、で一応ちゃんと認識はしてたんだね、自分が偽物っていうことをね。それはそれでちょっと意外だったけどもね。はい、じゃあ前行こう。どうだ本物は。ただの怖がりだな。あんなやつすぐに超えてやる。その前にもう一人の勇者と会ってみたくはないか。ソラってやつか。今この城に来てるんだよな。片付けてほしいのか。さてなあ、役に立ってもらうぞ。任せときな。本物の陸もついでに空も俺の敵じゃない。どこだ、出てこい偽物。偽物、果たしてそうかな。何が言いたい。あいつはただの偽物だろ。だがあれこそが君の本来あるべき姿とも言える。彼は闇を受け入れている。かつて私という闇を受け入れた君のようにだ。今となっては闇を恐れる君の方こそ偽物なのかもしれん。俺がいつ闇を恐れた。カードが作り出した世界で君は必死に闇と戦ってきた。必死すぎるほどにな。闇を恐れているからこそ必死になるのだ。黙れ。強情だな。では望み通り戦い続けたまえ。そのうち君にもわかるだろう。闇に逆らうのは無駄だと。はい、カードをね、あんなにスッと投げられたらね、危ないからやめてほしいね。あの勢いってさ、受け止めらんなかったら結構危ないよね。刺さるよね。はい、ということで今回はこれで以上になります。次回また、上に行く感じですよね。で今が、B8 ってことで地下8階ね。7、6、5、4、3、2、1か。まあ半分ぐらいかな。まあもうちょいかかるけど。はい、でどうなるんだろうね。空編のエンディングにもしかしたら絡んでくるとかあるかもね。はい、じゃあ次回アトランティカからまたね、やっていくということで、今回はこれで以上になります。ありがとうございました。